どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルと、初めてウクレレコンサートモデルシンプル簡単バージョンではこのウクレレを使ってこの2本のウクレレを使っていろいろな曲に挑戦していこうと思います。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回取り上げる曲は今 TikTok を始めもうねもうおえらいことになってます。セカオア世界の終わりのこちらの曲ドン Habit。この曲はですね、悶絶な、もう早口な、もうラップというかもうね、言葉がもう詰まってるんですけど、メッセージ性もギンギンに詰まっていてですね、これ踊りだとかダンスだとか TikTok 中心にものすごく、まあこれはね、支持されている曲です。これはですね、ものすごい言葉の数多いですから、心してやっていって、いってくださいます。ガズさんももうね、昨日からもうずっとこれでやってましたから。はい。楽しいですよ、でもハマると。はい。やっていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべくできるようにしている簡単ゆっくりバージョンも、この初めてウクレレコンサートバージョンを使って、ゆっくりやります。とは言ってもですね、これね、早口。この言葉のリズム、これを掴み取るまではなかなかのものです。あとメロディーとかもね、すごくこう絶妙なところ、この ラインが来るんでですね、なかなかなんですけど、できるようになると面白くなってきますからね。はい。後半はかっこいいバージョンでございます。かっこいいバージョンはね、もうキレッキレのリズムに原曲っぽいリズムのね、結構早いんですよ、リズムを。やっていこうと思います。2バージョン、最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽ってですね、聴くのも最高ですけど、やる方がもっと最高なんです。今まで音楽やってみたいなと思ったけど、なかなかチャンスがなくてという方や、挑戦したことあるんだけどもう挫折しましたみたいな方があっという間にできるようになるのがこの今ご覧いただいているガズレレのウクレレの、方法なんでございます。もうちょっとしたらですねここにねリンクを貼ります。やってみたいなと思われた方ぜひここに行ってみてね、やってみてもらいたいんですけどこのリンク先はですねこうリストになってまして上から順番に動画見てウクレレ触ってるだけでどんどん演奏できるよということなんですけどこれがものすごい勢いでもう皆さんにシェアされておりましてもう何十万人の人がウクレレで音楽スタートしてます。皆さんすぐできますからね。それではここのリンクいってらっしゃいクリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためた曲もう1800曲以上課題曲がもうあります。皆さんの好きな曲もきっとあると思いますよ。いっぱいあるんでもしねこんな感じで調べてみてもらうの最初いいかもしれないです。やってみたいなと思う曲名とスペースガズレレと言って YouTube で検索するこれがねいいかと思います。さあそれではやっていきましょう。ちょっと口の運動をしてからこの曲をやらないとちょっとねえらいことになりますから。はい。セカオアのハビット。ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方から、このコンサートウクレレを使ってゆっくりとやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。それはそんなシンプルじゃない。もっと曖昧で繊細で不明瞭な何か例えば持ってるのに出せないやつやってるのにいけないやつ持ってるのに悟ったふりして透かしてるうちに不安になっちゃったりするやつ所詮あんたはギルテッド私は普のシルテスト。それはいいでしょ素晴らしいでしょ の照明の完成なんじゃない。夢を持ってなんて言ってない。そんな無責任になりをしない。ただその神聖に壊れないで。そんなハビット捨てるたびに見えてくる君の顔。私だって動物こういうのってこいつここまで言われたら動物腹の底からこうふつふつと俺たちだって動物ゆえに持ちうるオリジナルな習性自分で自分を分類するなよ壊してみせろよそのバッタビー。
世界の終わりのハビット、ガズレレリューシンプル簡単バージョンやってみました。ゆっくりやっても早口ですから、皆さん。これはですね、言葉のですね、一個一個の言葉の、どこの言葉でこうリズムが始まるかっていうのは、これ測らないとです。これ難しいですよ。なんで、まあこれを何回も聞いてですね、やりましょう。まあ、これがいいです、はい、もう無我夢中にやるのがこれいいと思いますね、はい、そして今聞いていただいて分かったと思うんですけど、1番までです。これでもね、もう思いっきし大盛りですから、あのフルコーラスやってみたい方も、歌詞書いてるだけでもう、なんだろう、もう お経をこう書くようにもうずーっとありますからね。今の1番まででもノートでいうところのですね、見てください。これ今の1番まででこれ 2ページみっちみちですよ。はい、まずここやってください皆さん。で、今のはね、シンプル簡単バージョンで1番までやって終わったんですけど、後半のかっこいいバージョンは感想をやって、もう一回サビを繰り返してる、ちょっとね、それでもその中でもロングバージョンでかっこいいバージョンをやってみようと思います。ぜひともそっちもね、ご参考にしていただいて、慣れてきたらコード進行、これ見てもらったらわかるけど、この入門コード4つをずっと繰り返してるだけなので、あのひたすら歌詞を書き加えてフルコーラスの楽譜自分で作っていただいて練習していただければできると思いますね。まずはガズレレバージョン練習してください。はい、ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、まず画面に合わせて練習開始していただいて、1個目のゴール設定はですね、動画と一緒に合わせて演奏できたらもうすごいと思います。この曲簡単バージョンでもかなり言葉のタイミング難しいですからね。まあ分かると思います。はい。ぜひそこまでちょっと挑戦してみてください。一緒に演奏できるようになった方おめでとうございます。したら次のステップ行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から、全部丸暗記するっていうのは、まあほぼこれ厳しいでしょ。この歌詞とかコードをね。だから最初はね、楽譜的なものを見て何回も練習して、いずれは覚えちゃって。踊りながらこうやりたい感じがありますけれどもね、まずは楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるのってことだと思うんですけど、安心してください。今もちょっと見せましたけど、このガズのノート、このノートをですね、こうやって見ながらね、今ガズは演奏していったんですよ。はい。でもうちょっとしたらみんなにもこう見やすいように一時停止してこんなように書いてよということでカメラにアップにしようと思うんですけど、今便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、今までこのガズが書きまくってきた、あの今日のハビットを含む手書きと楽譜ノートがあるんですけど、これをですね、毎月5曲、皆様がお好きな曲、やってみたい曲、憧れの曲を選んでいただいて、毎月5曲デジタルデータとしてお手元にダウンロードしていただけると。この楽譜はもちろん全部の YouTube のレッスン動画と全部セットになってますからね、すぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード5曲だけじゃなくて、はい、いろんなコンテンツをやっています。毎月2回行われている全世界中から参加があるガズクラブメンバー限定のオンラインライブセッション大会、ガズオン、これ毎月2回めちゃくちゃ盛り上がってます。ぜひ皆さんガズクラブ入っていただいて、楽譜の他にこのライブイベントも盛り上がっていきましょう。でちょっとこれとは違う流れなんですけど、このガズレレ大学というものも始まっています。こちらはですね、 YouTube メンバーシッププログラムということで、毎月の590円の活動費を頂戴して、毎週2回のライブ配信による講義です。いつもテーマ曲を決めてものすごい深掘りしています。で質問もし放題です、そのチャットでね。はい、こちらもかなり盛り上がってます。このパソコンでこのね、動画見てる方、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、このメンバーになるというところに入っていただくと、そこに参加できるようになっております。そしてこのガズレレ大学はですね、すごい結構深いことをやっていきますんで、始めたばっかりの初心者の方はちょっとね、押し付けないかもしれないんで、ガズレレプログラムで16ビートぐらい練習してる、できるようになったらね、まあ、入ってくれるのがいいかなということでお勧めしております。ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。あとね、ラジオ配信をしてるんですよ、ガズって。毎朝7時半から、スタンド FM というアプリ内で、ガズラジと称して、ガズが毎朝、歌といい話をしております。こちら、どなたでもただで、いつでもどこでも聞けるというものなんで、ぜひ皆さん、ガズラジ、聞いてみてください。さあ、それでは、楽譜の方を見ていきましょう。ハビット。はい、世界の終わり。丸1番、1番までって書いてありますよ。はい、またちょっと見てください。さっきも言ったけど、1番まででこのボリュームでございます。やばいですよ、これもう本当に。でよく見てもらうと分かるんですけど、これイントロはこのコード進行がもうほぼメインですからね。はい、これはいいでしょう。演奏だけは簡単よ。演奏はめちゃ簡単だけど、やっぱりこの歌のリズムとこのタイミングとメロディ、これはもうね、悶絶です。これはもう脳みそぐるぐるのやつですからね。で、見て、言葉があまりにも詰まってるんで、これで書ききれないから、ここがワンブロックです。1、2、3、4、1、2、3、4ですからね。ここ注目ですからね。はい。
これはね、コードは簡単だけど、この歌詞ですね。はい。今こうやって、カメラにね、大きく映しておくので、一時停止してちょっと書いていってください。ご自分で書くのもすごくおすすめですけど、さっき紹介させてもらった、ガズクラブでこの楽譜、ガズの手書きノートをダウンロードするのは今日はね、特におすすめ。なんでかっていうと、この V とかこの上に点が書いてあるでしょ。これ言葉のタイミングのリズムのね、案内なんですよ。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。うん、休符から始まります。うん、君たちったら何でもかんでも分類区別ジャンル分けしたらここの点と部位でリズムが分かると。あとですね、こことか例えばここ人間ここが早く言うんですよ。ここくるくるって囲っていたりとか、ここもちゃんととかね、こうやってくるって囲っていたりとか、伸ばすところとか修正とかね、こういう伸ばすところとかこれ早く言うところのメッセージも実はここにいっぱい入ってるんです。ガズクラブでダウンロードしていただくのもめっちゃおすすめ。お時間ある方は書いていってください。はい、じゃあまずここのバースまで一時停止ね。OK？ はい、そしてここ。これも A メロとか B メロとかもうね、なんかどんな構成になってるのかで、ここも伸ばしてやったりとかしてますからね。ちょっとメリハリがついております。ここもこう早口で言うところはこうくるっと囲ってますね。はい。結構リズムだけ、歌を弾かなければ、そういうリズムは、コード的には簡単、淡々と進む感じですね。ループっぽい感じのやつですね。はい。で、ここがまた、こっから2番ってことになるって感じなのかな。ちょっと、こんな感じですけれど。ここが終わったら、今度次、こっちに行きますね。はい。これが、後半戦ですね。はい。この辺の早口っぷりももう半端じゃないですからね、ここもね。ここなんかもう、不可能の証明の完成なんじゃない。不可能の証明の完成もめちゃめちゃ早いですから。はい。心してやってみてください。で、またここでちょっとおとなしくなる感じ、メロディーがちょっと切ないメロディーになって伸ばしてやるんですけど、ここそうだ、ターツターって書いてあるんですけど、これはね、かっこいいバージョンでここ決めをやります。こっちでも出てきてたんですけど、ちょっとここを見てもらうと、ここ伸ばしてて、ここターツターって書いてあるじゃない。ここ決めですね。後半のかっこいいバージョンでここ決めていきます。で、ここはですね、ちょっとこう場所がなくなってきたぞということで、いよいよこう、ワンブロック、4ブロックに、1行で4ブロックに変わってきてるんで、ここまでの長さとここからちょっと長さ変わってるんで、ちょっと要注意でございます。ちょっとなんで言葉がここら辺詰まってますけど、一応読めるかなというふうに思います。やってみてくださいね。夢を持てなんて言ってないとかですね、これね。はい。これでここら辺でバーっといって、ここでここで一回溜めといて止まってサビに入っていくと、ここがサビですね。あ、ここがもうなんか深いメッセージですよね。僕たちだって動物、こういうのって好物。なんとも言えないこのダンサブルな言葉のリズムもよろしい感じでございます。はい、これ一時停止で書いてもらって、でここラストなんですけど、ここは感想というかエンディングみたいな感じで、ここに最後言うわけ、壊してみせろよそのバッドハビットって言って、ここかける2って書いてあるんですけど、簡単バージョンはここも1回やって終わりました。で、後半のかっこいいバージョンはここのもう1回感想を2回繰り返して、もう1回サビ繰り返します。はい、ここですね。僕たちだって動物は、はい、これをやってもう1回ラストやって終わったというのがガズレアレンジになっております。ちょっとね、デモ演奏の動画と、照らし合わせながら見てみてください。はい、出てくるコード、やったよ、この4つだよ、信じられない。 Am、F、G7、E7、 この入門コード4つでいけました。これはね、マジ簡単コードですから。そんでも一応今日は一応ね、これをシェアさせてください。これ、ガズレレ必須コードのグループです。このガズレレ必須コードっていうのは、このちっちゃいウクレレで音楽これから始めた人に、一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループの名前でございます。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たら超簡単。なんだけど、10個いっぺんに一斉に頭に覚えようと思うとね、もう押さえる場所とコードネームごちゃごちゃになりますから。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごいいい動画撮ってます。ここに、動画のリンク貼っておきますね。これでこの動画見たらね、めっちゃ楽しくコード覚えられますからね。今日はそのうちの4つそこに入ってますから、ちょっと見てもらって、もうこの4つ覚えといたらこの曲できるんだもん。ちなみに Am と F と G7 と F、 これだけでございます。嬉しい。だからさっきも言うけど、伴奏だけ今の簡単バージョンだったらめっちゃ簡単。というわけで、ここから歌ですね。やっぱり歌がやっぱりね、これからかっこいいバージョンの解説に入っていくんですけど、何回も言いますけど、これ言葉のタイミング一個ずれたらもうちょっとおしまいみたいなところありまして、ちょっとガズがどんな楽譜を見てるかちょっと見てもらおうかな。こんな感じです。はい、もう見て、もうここの休符から始まって、こんな風に全部このメロディーラインとか、このや
言葉のポイントがですね、これ赤く入ってたり、このぐらい書き込んでですね、昨日から練習してまいりました。はい。なんでこれは、言葉のタイミングがこう、ほんと、ジグソーパズルがはまるようにこう、入れていかないとですね、もう言葉が入りきらないということになってます。ぜひ皆さんもそれぞれの、工夫でですね、この歌のパズルをこうはめていく。でも、やってるとね、その歌詞の深みもね、だんだんこう、伝わってきてですね、なんか熱い曲ですよ、この曲は皆さん。はい、熱く歌っていきましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていくぜ。かっこいいバージョンはですね、コード出てくること全く一緒。嬉しいやつですね。弾き方です。これ今日は弾き方がですね、ちょっと面白い弾き方もちょっと加えてみようと思うんですけど、今日出てくる弾き方、こちらドン。16ビートのチャットをちょっとブリッジミュートみたいなのをイントロだけでちょっと使ってみようかなというふうに思います。はい。今出てるこのリズムの弾き方なんですけど、ちょっとここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中にそれぞれの濃厚解説レッスン動画がそこにアップロードされております。はい。そこでちょっとじっくり動画を見てもらいたいんですけど、今日のね、16ビートっていうのは結構淡々といく16ビートのチャでございます。ちょっとメインのコード進行ちょっと弾いてみます。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。どんどんタカタカ、どんどんチャカタカ、どんどんタカタカ、どんどんチャカタカ、こういう感じでですね、こうちょっと機械っぽい感じっていう言いますかね、淡々といく感じですね。このね、感じをずっとキープしていくっていうのは結構キーワードみたいなところあります。でもちろんたまに伸ばすところとか決めとかちょっと出てくるんですけど、基本的にはこの淡々としたちょっと機械的なインダストリアルっぽい感じの16ビートをこう紡いでいくというふうなイメージでいいと思いますね。で、ちょっとメリハリをつけようと思ってイントロのところちょっとおとなしめだったんで、ブリッジミュートという弾き方をちょっと、やってみようと思います。ブリッジミュートっていうのはね、ここウクレレのこの白い弦が飛び出していると、ここにこの右手のここのところをこうやってこういうふうに音をね、ちょっとくすぶらせるんですよ。ちょっとやってみると、音をわざと伸びないようにここで触ってこうやって、なんかちょっとこうおとなしくなる感じ。これをちょっと再現してみました。これ別にやらなきゃいけないよってわけじゃなくて、なんとなくこういう感じの雰囲気がちょっと原曲を聴いて感じたんで、ちょっとこうくすぶらせて音をミュートさせて、ブリッジでこうミュートっていうんですけど、イントロこれやって、ここから君たちってなんでもかこうやって入っていこうかなというふうに独自のアレンジしております。これはですね、ちょっとブリッジミュート難しいな、これさっきのねリズムいろいろのところでこれ濃厚解説してるんで見てもらいたいんですけど、ちょっと難しいなと思ったら16ビート、チャがない16ビートで優しく弾くのもイントロのメリハリとしてはいいと思います。デレ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 と口で言うと、デレもいいと思いますけど、はい。今回ガズレレのかっこいいバージョンではブリッジミュートでイントロはちょっとやってみましたよということでございます。はい。そこから歌に入ったらさっきみたいに16ビートルちゃんで淡々と見とじったら何でもかんでもブンブンブンシュンワでしたら、こんな感じで淡々といきます。で途中でですね、伸ばすところが出てきます。 2箇所出てきます。ちょっとそこのところ1回目に伸ばすところ、歌詞で言うとつまりそれはそんなシンプルじゃないと、これやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。つまりそれはそんなシンプルじゃない。はい。今の E7 のところでクタークタークキメが入るんです。もう一回せーの。つまりそれはそんなシンプルじゃない。タイミング分かりました。 1,2,3,4 クタークタークこれはちょっとカッティングの要素もちょっと入ってくるかもしれません。クタークタークですね。これちょっと難しい。カッティングできる人はツッタチャッパーですね。はい。ツッタチャッパーちょっとやってみてください。この E7 での決めですね。でこれをこの感じでまたあと2番みたいなところに入っていって、また伸ばすところが出てきます。ここはですね、もうちょっと長いスパンで伸ばそうと思います。さっきはちょっと聞いてて、さっきの1回目に出てきた時はせーの、つまりそれはそんな、2回この Am で伸ばしたんですけど、2回目に出てくる方が Am はずっと伸ばしたままでちょっと行ってみようと思います。後半の方をどんどん伸ばすところです。夢を持てなんて言ってない。ワン、ツー、スリー、フォー。夢を持てなんて言ってない。パーツパー、そんな無責任になりよしない。パーツパーですね。こっちの方が Am の部分をすごく伸ばしといて、ツクパーツパー、この決めは E7 のツクパーチャパーは同じですね。はい。そんな感じで最後のライブのサビに向けてだんだん盛り上がっていくということでございます。これからはもうずっと最後まで16ビートのチャレン、ドンツクタカバネ、ドンツクタカバネ、ドンツクタカバネ、ドンツク、淡々とこう
あの機械的にこうずいずいいく感じのこのビート感がこの曲の特徴かなというふうに思います。なのであの解説としてはとにかくシンプルなんですけども、やっぱりなんといってもこの曲はこの早口な曲とメロディーですね。これにもつきますね皆さん。でもこれはですねハマりますか、もうハマっちゃうから夢に出てきますよ本当に、はい。でもそのぐらい歌い込まないと実際歌えないと思います。夢に出てくるぐらい練習しないとですね、これタイミング追いつけないと思いますんで、まず4つ弾きからでもいいと思いますよ、はい。16ビートのチャーはちょっとね早いんで、テンポもね原曲ぐらいでやると相当な早口言葉になりますんで、その辺のバランスを見ながら最初はゆっくりだん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 スピードアップしていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。そしてあのさっきも言ったんですけど、これ歌詞をね何回もこう練習して歌ってるうちにですね、すごいメッセージソングだなっていうことに気づきます。熱くいきましょう、はい。そんな思いも込めて歌うのが弾き語りのポイントでございます。さあそれではやっていきましょう。セカオワのハビット、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。1,2,3,4。君たちったら何でもかんでも分類の別ジャンル分けしたがる。人はなぜか分類したがる。習性があるとかないとか、この世の中に周囲の人間がいるとかいう君たちが標的。持ってるやつと持てないやつとか、ちゃんとやるやつとやってないやつとか、陰キャ陽キ君らは分類しないとどうにも落ち着かない。気づかないものの外側を覗いていかない。気分が乗らない。つまりそれはそんなシンプルじゃない。もっと曖昧で繊細で不明瞭な何か、例えば持ってるのに出せないやつ、やってるのにいけないやつ、持ってるのに悟ったふりしてすかして相手に不安になっちゃったりするやつ。自然な感情を言って私の通信テスト、それはいいでしょ、素晴らしいでしょ、不可能の証明の完成なんじゃない。夢を持ってなんて言ってない、そんな無責任になれしない。ただその神聖に割りないで、そんなハビットしてるたびに出てくる。いいか、俺たちだって動物、こういうのって好物、ここまで言われたら動物、腹の底から好物。俺たちだって動物、ゆえにも重労な習性、自分で自分を分類するくらい壊してみせろよ、その場で。俺たちだって動物、こういうのってこいつ、ここまで言われたら動物、腹の底から動物普通。俺たちだって動物、ゆえにも自分を失った姿勢、自分で自分を分離するなよ、壊してみせろよ、そのラビー。世界の終わりのハビット、ガズレレのかっこいいバージョンやってみました。いやー、この勢いというか、もう早口言葉がもう機関銃のように言葉がバーッと出てるんだけど、それがすごいメッセージがグッとくるんです。このエモい感じがですね、なかなかいいですよ皆さん。これはね、夢に出てくるほど、さっきも言いましたけど、練習して気持ちよくリズムの、このパズルのピースをはめるように言葉を入れ込んで、感情とともに歌っていきましょう。お知らせです。今使っていたこのね、ガズモデルと、これ、はい、今回初登場の初めてウクレレのコンサートモデル、はい、これを含むこのね、二つの、こっちは予約受付、こっちはね、もうすぐ即販売ですけどね、ガズのウクレレたちの販売と予約がただいま大絶賛、行われております。はい、ガズの初めてウクレレとか、薄レレとかわがままウクレレは在庫ある限り即発送ということになっております。で、今使っていたガズモデルとかヴィンテージシリーズとセミオーダーは予約を受付中ということになっております。ここのホームページ見るとリストになってね、商品が一覧になっていたり、いろいろ選べるようになってます。ぜひとも見に行くだけでもぜひ見に行ってみてください。この本、ガズの新しい本が、この紫色の本が、2022年の7月13日発売予定でございます。ただいま大絶賛でご予約を受付中。ご予約していただいている皆様ありがとうございます。まだの方ぜひご予約をね、お願いできればと思います。そうするとすぐね、あの発売と同時に皆様のお手元に届くということですし、ぜひよろしくお願いします。皆さんこれ入ってますか、ガズレシピという、アプリがあるんですよ。ガズレレの、ガズレレではですね、
アプリもあるんですよ。楽譜が見れるようになってます。ぜひ皆さんまずスマホとかタブレットにこのアプリを入れるのは無料ですからね、入れてください。で、無料で見れる動画もあるんですけど、この中でもう何ブロックもガズが取り上げてる曲の楽譜がそのスマホとかタブレットで見れるんですよ。自動スクロール機能とか、あのメトロノーム機能とかもついてる、めちゃくちゃ便利なアプリがあるんですね。で、これはこの度新しい曲また40曲追加されて、かなりの曲数になってます。ちなみにガズレシピで載せている楽譜っていうのは、リットミュージックさんの簡単版だけじゃなくて、簡単版とかっこいいバージョンが両方載ってる、またね、オリジナルのデザインされた見やすい楽譜になってますので、とにかくまずアプリをダウンロードしてもらって、もし気に入ったらその曲1曲からでもブロックでも買えるようになってます。そしてですね、なんとこのガズレシピの楽譜の本当の本のバージョンも今発売しております。こっちもめちゃくちゃ大好評でございます。Amazon でご購入いただけるんで、ぜひともちょっと Amazon でガズレシピとちょっと検索してみてください。あとですね、期間限定で発売しているウクレレはもちろんのことですね、ここにいつも挟まってるガズ両親手作りの水引きだったり、キャップだったり、ストラップだったり、T シャツだったり、いろんなグッズとかもあります。まずこのガズレレドットグ、このホームページを見てくださるといろんなものがね、載ってますので、ぜひ見ていただきたいのと、あと、最近ガズがもう一個始めてる、ピアノのレッスン動画、どんな方でもあっという間にすぐに弾けちゃう、ガズピアノという YouTube チャンネルも、こちらも結構盛り上がってて、かなり面白いことになってます。これね、クレレ始めている方にめちゃくちゃおすすめです。鍵盤楽器が夢のように簡単に、まさに皆さんがウクレレで簡単に音楽をされたように、今度は鍵盤でもできるようになってます。こっちもぜひご注目ください。それでは皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。ガズレレ、ガズピアノ両方で、あっちからこっちから音楽を楽しんでいこう。皆さん、バイバイ、ごきげんよう。